ケーススタディハウスは、雑誌、アーツアーキテクチャーのスポンサーで行われた、実験的住宅建築プログラムである。リチャード・ノイトラ、ラファエル・ソリアーノ、クレイグ・エル・ウッド、チャールズ・イームズ・アンドレイ・イームズ、ピエール・コーニック、エーロ・サーリネンラ、当時において、著名な建築家に依頼し、第二次世界大戦後の住宅需要に備え、経済的、効率的かつ複製可能な設計。 思考モデルを模索するものであった。プログラムは1945年から1966年にわたって実行された。1948年までに建設された最初の6棟には35万人以上もの来訪者があった。その多くがロサンゼルスに、数件がサンフランシスコの米エリアに、1件がアリゾナ州フェニックスに建設されたが、ミシコのデザインもある。 建築写真家、ジュリア・シュルーマンの作品によって、その存在が全世界に知らしめられた。ケーススタディハウスナンバー8・イームズ邸、ケーススタディハウスナンバー21・ベイリーイ、ケーススタディハウスナンバー23・リサーチハウス、ナンバー16から20の各番号については、原因不明の理由によって2度割り当てられている。もと十六から十八は、ロドニー・エイ・ウォーカーによって、 設計、施行された。他に、ラファエル・ソリアーノや、ロドニー・エイ・ウォーカーらが参加した。ダイワハウス工業は、暮らし心地デザインプロジェクトの一環として、同名のモデルハウスを展開しているが、上記のプロジェクトとの関連性については、一切触れていない。ありがとうございます。